1987年撮影、旧鞘川流域の津島市、愛西市、八戸市周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。写真中央を流れるのが、海部幹線水路。その東西の集落が並ぶ路地がそれぞれ左岸、右岸堤防跡である。鞘川とは、かつて存在した木曽川の葉川である。 現在の馬海大橋のやや上流、愛知県稲沢市祖父江町本気のエステ町の付近を、文波口とし、海東郡と、海、西氷の境界を南に流下して、尾張大橋の上流、現在の矢富市、五名の上流で木曽川に再度合流、延長約 17km に及ぶ。後に天皇川公園となる天皇川は、鞘川の支流であった。 1586年に木曽川の洪水によって木曽川の流域が西に移りその後残された三尾筋が改作整備されて葉川となった江戸時代には鞘街道が開かれて山金交代の大名が通るなど交通の要所として栄えたが木曽川からの土砂流入によって水深が徐々に浅くなっていった江戸時代には幕府からの貸し下げ金を受けて川さらいが行われた 記録などが残る。川が浅くなるに従って、水害の頻度も規模も大きくなっていった。基礎山線分流工事では、廃川とすることが決定されたが、分派口の締め切りを目前にした八百九十七年九月に起きた基礎川の洪水で鞘川にも大量の水が流れ込み、九月三十日に八海村うたすち先で、砂岩堤防の決壊、うたすぎれが発生。 八海村にとどまらず十四山村までの約七千五百個が被害を受けている。分派口は千八百九十九年に締め切られた。稼働の跡地は高地として利用され、灌溉用水路として鞘川用水がほぼ同じ場所に引かれた。鞘川用水は後に木曽川用水の回復幹線水路として統合された。現在、分派鉱石は愛知県営の都市公園、 基曽川祖父江緑地として利用されている。また、元流域である稲沢市などの地域では、現在でも地名として、鞘川が残されている。ありがとうございます。